123-456。2号艇3号艇両者好スタートになりました。インの1号艇若干へこんでいますが、先前はできるか。2号艇間隔取ってから差しを狙った谷川理恵です。1号艇2号艇さらに最内から4号艇となっています。スタートは前提正常でした。大きな調整をしなくて済んだ。前半ちょっと思い切ってちょろっとしたんですけど、やっぱおかしかったんで後半戻していって、はい、良かったと思います。明日は優勝戦です。どういった準備をしていきますか？もう足自体は多分底上げはないと思うんで、乗り心地だけ外さないように、はい、しっかり試運転したいと思います。はい、それではファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日最終日頑張ります。123-456若干中へこみ、インと外2艇が好スタートになっています。ただスリット後大差はありません。1号艇余裕あるか。握っていた3号艇の大山が強襲したんですが、1号艇受け止めて、あとは最内から4号艇山下上がってきています。スタートは前提正常でした。1号艇落合が現在定心リード。いかがでしたか、スタートは？今のはもう、はい、もうちょっと直線がちょっと2の方が伸びてたので、スタートはもう全速で行こうと思って、もう腰から、はい、全速で行けました。はい、さあ明日、優勝戦ですけれども、どんな準備をしていきますか？また気温に合わせて、はい、レース足いいと思うんで、レースは思い切りいきたいなと思います。はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日も一生懸命走ります。応援お願いします。コースポジション123-456。スタートを切りました。インからトップスタート、1号艇森谷美穂バチッとスタート決めていきました。その後も余裕あるか。握っていった3号艇浜田ですが、蹴散らして1号艇の森谷がバッチリとイン逃げ決めていきました。スタートは前提正常。船足前半とはどう、前半も良かったんですけど、はいはい、後半の方がしっかり船も向いてくれるようになって、はいはい、操縦性が良くなってたと思います。明日は大事な1号艇です。そうですね、はいはい、しっかり1日かけてプロペラ調整していきたいと思います。はいはい、では、最後に皆さんに一言お願いします。はい、明日優勝して帰りたいです。見ててください。